はいどうも皆さんこんにちは、ソルトです。本日はソニックフロンティアの方を実況していこうと思います。いきなりここだね。前回ちょっと移動してもういきなり目の前に来たんで、まあいつものあれですね、やってみます。あ、いいんじゃん、目の前にいいんじゃん。あいつステージどう行くんだ、あのてっぺんね。なるほど、なるほど。こっちか。あ、そこか。待ってです。待って。よっと。多分ルートは合ってるんじゃないの？はい。ソニック、なんで？オーケーイ。オーケーイ。で、こっちね。ここいいんじゃん。ここ。で、こういくのね。はい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 。なるほど。よっと。ちょ。なるほどね。はい。おぉ。おいえい。おいえい。危な。ちょ、待って。危ない。マジでちょっと分かりづらいっす。はい、目の前にセイジ君がいます。セイジお話しようぜ。数万年前、古代人がこの惑星にたどり着いた。この星は当時まだ未開発、そして彼らの技術は他の何よりも偉大で優れていた。変だとは思っていたけど、古代人が宇宙から来たってのは本当驚きだぜ。空に浮かぶ建造物に巨大な建物、そして電脳空間、そんなハイテクが太古の時代にあったなんて理解に苦しいんだけど、すべて宇宙から来た技術なんだな。宇宙人だったからこそすごい技術力があったってことなんですね。こんな状況でなければ新しく演算し、考察が雑すぎる。やべ、演算大好きマンじゃん。よく見るやつね。はいはいはい。あ、ちょっと待って。こうか。これは簡単でしょ。これはもう簡単でしょ。はいはいはい。で、最後、仕留めると。オッケー。簡単すぎ。簡単じゃん。これは楽勝です。さあ、最後のシャンも着々とクリアしております。おっと、すぐ後ろにあるぞ。ココもいる。やったぜ。でもね、お気づきの方もいるかもしれないですけど、攻撃と防御がマックスになりました。で、次はこっちの方にいるんだよーん、もう分かった。はい、ジャンプは早めにやっていった方がいいのね。はい、上手。いいよ、上手だよ。ね、お姉ちゃん上手だよ。ちょっとこれを遠回りしてからの、で、ラスト。で、ついでにこのカオスエメラルド君も解放させておきますか。あれ、あ、やっぱここなんだね。あー、なんかビッグイマークあるね。じゃあ、カオスエメラルド。スキップします。はい。じゃあ、お次の目的、聖地を探しましょう。すぐ近くだと思ったんですけどね。すぐ近くだと思った。いた、うん、お前に絶好の場所だな、ナックルズ。あ、ナックルズのことも考えてあげてる。優しいソニック。これでスピード上げれんの？うお、いいじゃん。ガンガンスピード上げていこう。スピードをもっと、スピードマックス99までいけるんだ。99の高みに行くの無理じゃね？
終わったー。30分ぐらいかかった。はい、スピードと体力がマックスになりました。あとお願いじゃ、もう一つお願いしても許されるじゃろ。こんなに何、わしらここは多く覚えておらん。多くはかすかな夢や儚い感情に突き起こされておる。一部は深い後悔の念に駆られておる。お主も何人か出会ったじゃろう。ああ、なんかあったね。わしですら以前己が誰なのかを忘れてしまった。覚えとるのはここたちの安全を守りたいということぐらいじゃ。そしてそれに失敗してしまったという後悔じゃ。ああ、じゃあこいつ生前もいいやつだったんだな。そういう感じの人助けをするような人だったのかな。わしの仕事なのにお主にお願いしてすまない。じゃがこれからもここを見つけたらわしの元へ連れてきてくれないじゃろうか。もちろんだ。おじいさん、いつでもお力になるぜ。あ、ソニックのセリフか、俺。お主は本物のヒーローじゃ。わしからもここたちのためにもお礼を申し上げる。ごきげんよう、ソニック。体に気をつけて。わしの可愛い子をよろしく頼んだぞ。はい。せいじちゃん、あれ、もうここできんのかな、もしかして。はい。ああ、なるほどね。これで次の、もう一個のところに行けるのか。もっと早く押してくれればよかったですね。回せば、くるくる回せばいいんですよ。教えてくれてもいいと思うけどね。え？うん。うん。なるほど。コマンダーを操作できます。コマンダーが敵の弾に当たるとミスになります。L を左右に動かしてコマンダーを操作。コマンダー。2種類のショットを使って大きなエネミーを破壊しましょう。左右移動ショット、ブラックショット。敵の弾は同じ色のショットで挨拶。あー、なんか見たことあるな、これ。はいはいはい、シューティングゲームですね。ショットとブラックだけ、ホワイト、ホワイト黒、ホワイト&ブラックってことね。なるほど。なるほど。これで挨拶していきましょう。挨拶していきましょう。挨拶していきましょう。挨拶、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 挨拶。これで公民特殊なやつが打てるようになりますと。ほら、やべ、気分は東方だわ。うっす、危ね。気分は東方です。ほら、ジェットストリームアタック、よーよーよっ。ほらほら、うわっ、ほほ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 。いや、気分マジ東方だわ。ジェットスリームアタック、やばいやばいやばい、やべ、残機結構減ってんねん、思い気づいたら。気のせい、やば、死んじゃ、ピチュン、危な。しばらくはバリアが張られてんだね。ジェットスリームアタック、残機が残りわずかになってきましたが、さいせ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 い、おお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 お、なるほど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 、簡単じゃん簡単じゃん、はい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 、ジェットスリーミングが、終わった。はい、できましたよと。ビームが集中して、これが橋になるってこと？お前が橋になるんだよ。
ほら、ほら、てめえが橋になるんだよ。あ、釣り出されていく。古代の技術ってすげえ。まあ、立派な橋ですこと。てるててるててん。道は開けた。カオスエメラルドを探しに行きましょう。はい。そうだな、聖司。何度も思ってたのに、名前を知ったのはついさっき。ほんとそれ。もっと早く教えてくれてれば。ほんまそれやで。私たちは敵同士だった。それに、名前なんて意味はない。そんなことないよ。エッグマンは君が大切な存在だから名前をつけたんだ。エッグマン。私のこと大切に。そうさ。あいつなりね。ゆっくりしてて回らない。最高。いや、ツンデレックメンじゃん、ツンデレックメン。レックメンのことあんま知らねえからな。ほうこう言ってんのか、お前そこに。しゃあ、行くぜ。はえ。はえ。あ、はえ、なにこれ。よっと。ああ、聖司の魂ね。衛星を使ったナビゲーションマップならしてるけど、脳に直接ダウンロードってのにはないんだぜ。なんか脳にといじくられてる感じがするよね。僕もできるけど、妙に感じてもある。集落の記録がないんだ。他は詳細なのに。彼らもこの星に適応するのに苦労した。新しい動植物への順応、技術的な非互換性への対応、集落はそのたたび場所を変え、地図には島の形状や施設など普遍的な情報のみが記録された。そういうことか。それに不審者への対策として地図の開示に制限を設けたのもいいアイデアだと思うぜ。俺不審者って思われてるってこと？はい、反復横跳びやろうぜ。反復横跳び。うん、はい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 。飛んでみる？よっ。せいたちが夏。よし。はい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 。わっ、わお。わお。やるか。さあ、始まりました。まずは。これは普通にしていいのかな？はい。はい。こっち側で合ってる？ルートがまあわかんねえからな。とりあえず、とりあえず、はい、はい、の、おう、おう、おう。で、あ、オッケーだね。オッケー、あんじゃん？あんじゃん？こいつをまず取っとくか。で、こっち側に行って、確かに150ぐらい集めないといけないから、で、一旦上行って、はい、はい。その2着、あーと、あぶない。で、こう行っての、なるほど。なるほど、なるほど。危ない。危ない。おーよ。いいんじゃない？どっちでもいいよね、多分。危な。はい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 。オッケー。なんかいい感じについてんじゃん。やばい。やっぱりソニック。今のは俺のミスだ。すまね。危な。よっ。飛ぶんだね。あ、落ちちゃった。さあ。これが向こう行った時に、渡って、なるほど、なるほど。これで登れるようになりますと。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。これを上だから、こっち。なるほど、こっち渡っていけばいいということですね。で、こっちはどこに繋がってんの？危ない、危ない。
危ない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 。オーライオーライ、はいノー、はいノー、よっ、どこに繋がってるのかわかんねえ。いや危ない危ない危ない、ほほほお、あ、今行けた、今行けた。戻っていい？どんな？やべ。くそー！よら、よら、よら。なるほど、なるほど。危ない。危ない。危ない。置いて、こういって、なるほどなるほど、このレッドスターリーボン、ギャッ、OK、 難しいねこのステージ特に。はい、ちょっと何がどうなってるのか全然わかんないけど、これは普通に行ってみよう。いやめちゃくちゃ時間かかってるよこれは。お、おぉ、危な、止まっ、あっそ、取れねえ、あれラスト取れねえ。いやー、うわー無理でしょこれ。いや無理だよこれは。やっぱあれは普通に行く方がいい。こういうルートもありますよというところでございます。はいはい、で、そしてまっすぐ進んでいく。で、ここも通って通る、風間通る。はいはいはい、ここもガンガン進んでいきましょい。まっすぐでもいいんだけど、押すとこにダメだったらいいな。はい、の、ここは普通に渡れます。いった、お前ちょっと待って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 。誤算だったな。誤算だったな。よっと、で、ここも進んでいきますと。で、これできるだけ左側に、行きたい、行きたい、行きたい。行きたいところでございますが、どうですかね。よっと。はい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 、まだまだまだ順調でございます。で、これを左側に行ってジャンプして、これももう一回左側に行ってジャンプしての、ゲイで、これをこう行きます。オッケー、まあまあ今のところ順調じゃない。で、これはこう行って、はいはいはいの、はいの、オッケー。で、ここはここも普通にこうでいいでしょう。オッケーオッケー、2分40秒いけるこれ。はい、あ、ミスった。ここが最後の難関。
構うえー難関すぎるでしょう。よっと、さあ残り20秒、残り20秒いけますかね、いけますかね、無理か、あ残り10秒、残り10秒、いけるのはいけたな。タイムは余裕があるね。タイムは全然余裕がある。リング150個持ってがきつい、リング150個持ってがきつい。こっから普通に行ってみますか。とりあえずタイムとか気にせずに、で、これもちょっと下通っていって、いい位置、この位置で、結局最後のところが一番難関だから、ここも慎重に、で、行ったんじゃない？あ、行った。オッケー。安全。いや、これでさ、2分40、今すっげえ雑にやって2分49なんだよね。2分40秒は楽勝だわ。あー、これね。いつものこれね。はい。まあ、普通にこっち行くしかないよね。で、こう行って、どうだ、ルートはいろいろあるんだよね。わっ、これでもいけるね、これでもいけるね。はい、こっ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 、あ、近くにあんじゃん、つかめねえ。しゃい、到達？通達？決着！はい、終了です。じゃあ本日はこれにて終了します。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。なにお前？なに？なにこいつ？え？ちょ、待って。は？は？は？お？返せ、俺のコース見られた。